はい、妻トーク、はい、始まりまーす。ということで今日も行数朝行ってきて、今日はメインが焼き鳥、焼き鳥と気になるものと、また食べたいマカロニ納豆。マカロニ納豆もうほぼマカロニ納豆がメインみたいな、ちょっともうこんな感じですね、ラインナップ。マカロニ納豆、これね、みんなに言われてたこの麦うまゴールドも買ってきましたよ、うん、紙定期あるよね今日。あーね、ちょっと焼き鳥用のさ、この日のために買いましたよ、岩谷の炙り屋。とりあえず作っていきます。はい、そしたらだ、飲む前に一旦時間かかるから、焼き鳥焼いてからちょっと飲み始めようか。そうだね、ちょっと皆さんにもこれ中身どうなってるか見てもらいましょうか。これだって買ったことなくない、ほぼみんな買わないと思う、過去の普通に食いきんねえもんな、冷凍だからっつったって。いきます。おい、マッチュ、うん、そうだよね。あー、なるほどなるほど。一段ずつアソートで入ってるわ、これ。まずこれネギマだね。おー、だいぶネギマなんだけど、もう匂いすごいね。うん、あれほんのり塩味なんだっけ、もともとが。下味をつけておりますか、うん、お好みで塩やタレなどをつけてお召し上がりください。うんうん、じゃあ一旦とりあえず焼いて様子見ましょう。はいはい。ねえ、ちょっとこれ串出てないからさ、置けないんだけど。そう、ちょっとあるね、ちょっとこれ、ね、そのパターン、ね、あ、ほらちょっとこれで遠火でじっくり弱火で焼いていきますか。で、ネギマだけじゃなくてももも焼いていく。あ、そうだね、うん、ちょっと見てよこれ、満タンですよ、焼き鳥。かわいい、かわいい。じゃ、ひとまずさ、これ開けて酒飲もうよ。あ、そっち、作ってから酒飲もう。あ、うん、え、この丼に作るつもりなの。そうよ、すごい量。え、これ全部入れるわけじゃないでしょ。え、違うのそんなに作るの。全部入れるでしょ。全部は作んないけど、納豆はさ、あ、納豆に合う量を入れるってことだね。そう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 。前回この家でやった時、コメントとかでも、それマジで美味しいのみたいな。マカロニ納豆、うん、怪物さんの視聴者さんでも、あれは怪物くんだけがやるもんだと思ってたみたいな、普通の人はやんないと思ってたみたいなコメントいっぱい来たんだけど、うん、でも食ってみたらダントツで一番うまかったよね、あの日の。なんだろうね、なんかめちゃめちゃ美味しいけど、なんかあんまり過剰にもてはやすのもどうかなと思っちゃうんだけど、人には勧めらんない食べ方というか。そうそうそう、このさ、タレが絶妙にうまくない、そもそも。だし入りみたいな、うん、洋風のマカロニにこんなにこのだし入りの醤油が合うとは思わなかったわ。これさ、あの、この前の撮影やってからさ、どれでもうめんじゃねえかと思って、いろんなスーパーとかコンビニとかのマカロニと納豆を買って合わせちゃうんだけど、うん、ツナ入ってたりコーン入ったりするとなんか合わなくて、行数のめちゃくちゃシンプルなこいつがさ、うん、やっぱベストだったよね。これぐらいかな、とりあえず。そうだね、うん、オッケーです。これね、マカロニ納豆美味しそうに見えるのかちょっと不安なちょっとね、絵面はね、良くないんだけど。で、あとこれよ、山クラゲさ、これね、そうね少しずつ焼けてきたね。うわ、うまそう。じゃ、ちょっとひとまずこれ準備できたってことで、麦うまゴールドでちょっと乾杯しちゃっていいですか。はい、よいしょ。ちょっとぬるいけど、まあでも、まあまあ、うん、全然よしいか。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。ああ、うん、美味しい、普通に、うん、のどごし生とかそういう系のちゃんとした、うん、第三のビールの味がする、うん、うまっ。全然飲みやすい。じゃ、ちょっと取り分けるよ、納豆。あ、はい。う見た目はね、ちょっとあれなんだけど、味はちゃんとうまいから。ちょ、匂い久しぶりだね、これ。久しぶり、俺正直今日一番これが楽しみだったからちょっといっちゃっていいですか。はい、どうぞこれがうまっ。麦うま流し、うますぎうまいよ、うまい、やばい。これもうシーズニングしていいか。いいんじゃない。うい、ちょっと逆側も刺さった。いただきます。うん、食べて食べて。うん、うん、前久しぶりの、久しぶりの、うん、うめえよな。ちょっとご飯持ってきていい、うん、ご飯です。はい、ご飯です。はい、これが僕のです。はい、はい、ちょっとさ、このご飯とマカロニ納豆、これやばいから。あ、すごい湯気、すごいもん、うまっ。こうは
150点だわ。うめえ。業スーってうまいね。美味しいのをさ、教えてもらって食べてるから、うん、余計に当たりが引いてるよね。なんかあんまそのわーっての当たったことないんだけどさ、ハズレもやっぱ中にはあんのかな。想像できねえな。美味しいから。あー、もう2本目です。あーめー。どうかな。湯気。もう結局今日もこれが1位なのかな。いやまだね、メイン食べてないと。うん、まあね。でもこれは結構かなり強いよね。でも今回買ったのが30本入り1箱、50本入り1箱で、丸つくねの方が10本だから、うん、だいぶしばらく焼き鳥食えるよ。冷凍でよかった。冷凍でよかった。レンチンでいけるし。あ、そっかそっか。フライパンでも焼ける。うん。これちょっとどう、そろそろ結構、うん、この辺とかいい感じになってきたね。じゃあちょっと先食べていい？はい、どうぞ。お願いします。でもこんな感じ見えるかな、映ってる、うん、ピンときてるか分かんない、うん、微妙微妙。はい、まあいいか。じゃあちょっといただきます。生です。全然生です。ごめんなさい。あの多分ここら辺はね、うん、いけそうな気がする。焼けてんだけど、あ、うん、うんうんうん、おいしい、うんうん、でもさ、冷凍だけどめっちゃ美味しいよ。あ、本当？油噛んだら出てくるし、ちゃんと美味しい。でももしやるんだったらさ、こういう焼きで、うん、レンジでチンして解凍してから焼いた方が中まで火が通りやすいかもね、うん、ここら辺平気じゃない？あー、それは平気。もうもう、じゃあ今日それをいただき、うん、いただきます。クソ、うん、熱い。あ、どう？うん、美味しい。美味しい。美味しいよね。大丈夫。カリカリで美味しい。お店で食べるより熱い。熱い。熱い。うん、もうさ、この感じだけでちょっとテンション上がんない。うん、ちょっと、いい。これいい、これ。俺もちょっともう行こうかな。うんうん。ちょっと、ちょっと取れちゃったけど。今取れちゃったけど。熱いよ。だいぶうまい。だいぶうまいよね。だいぶうまいよね。うーよ。うまいね。うん、これやま、俺まだやってなかった、これ。あ、そうそうそう。麦うま流しうま。そしたらそろそろあの50本もあるつくね焼いていく。あ、そうだね。あ、こんな感じか。はいはいはい。思いのほか小ぶりだね。丸いタイプじゃないですかね。そう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 。ちょっとこれもさ、一回溶かして、うんうん、塩半、タレ半にする。あ、そうだね。あ、半分ずつ。クネはやっぱタレも食べたいよね。食べたいよね。よいしょ。オッケー。そこにネギマ。あ、ネギマ。やっぱ個人的にさ、焼き鳥行くとお酒飲みながらは一番ネギマが好きなんだよね。うん、やばいね。あの、焼くの超時間かかるからさ、カメラはセットしなかったんだけど、タレ、やばいことになってるね。うん、いい感じというか、うん、ギリギリというか。タレこんな感じね。熱そう。熱そう。レア。ナンマじゃないんだけど、レア。ちょっとぬるい。あれ？あのね、見た目はね、うん、完璧なんだよ。完璧なんだけど、食べるとね、レア。いけなくもないと思うよ。楽しいね。楽しいね。いただきます。うん、どう？生ではない。そうだからレアでしょ、うんうん、レアレア。ちょっとこれ焼き鳥食べたらさ、もう締めに向かってっていい？チャーハン作って、うん、もう一個やりたかったことがある。そう、麻婆チャーハンを作るっていう、うん、塩もいってみようかな。じゃあそろそろ。いや、これ分かった、レアじゃないわ。やっぱそうだよね、うん、中がふわふわなだけで、うん、タレの焦げと差がすごいんでしょ。うん、すごいね。レアに思えるぐらい柔らかいって、うん、冷凍なのに。うまっ。ああ、若い。ちょっと早めに行かないと腹いっぱいになりそうだから、もうさっと食うわ、うん。じゃあ、
このあたりってマモちゃん作りますか。はい、ちょっとですね、牛丼の素とか他のつくね串とかも買ってるけど、多分ね今日もう無理、腹いっぱいだからちょっと締めにね、この冷凍チャーハン、これね1キロの業務用チャーハン使って、はい、この麻婆豆腐と合わせて麻婆チャーハンを作ろうかなと、はい、とりあえずじゃあチャーハンの前に麻婆ちゃん、こちらももちろんあの業務スーパー豆腐なんで、はい、これ入れるだけでできるっぽいよ。もう混ぜてるに近いけどね、まあ、ほぼ混ぜてるの、温めながら混ぜてる。そうそうそう、あぶれ、うん、どうこの麻婆ちゃんプルンプルンなんだけど、麻婆ちゃんこれ大丈夫、これ足りる、比率足んない気がするね溶けてどうなるかだよね。あ、麻婆ちゃんもいい感じよ、なんかある程度いい感じ溶けて、あ、良さそうだね、うん、麻婆っぽくなってきたよ、うんうん、ちゃんと、うん、だってあ、意外に具入ってるね。意外に具入ってるよ。忙しいな。忙しいな。やっぱりなんかチンより炒めた方が美味しい、ね。なんか美味しそうだね。ちゃんとパラパラだしね。うん。うわうまそう。やべ、こぼした。めっちゃこぼすやん。めっちゃこぼすやん。これこうよ。おお。マーボーちゃん、ちゃんと美味しそう。これ今日一番の可能性あるよマーボーちゃんできましたんで、とりあえずチャーハンから食っていいですか。はい、え、めっちゃいいんですよ。うわ、冷凍ってうめえ。また胡椒が効いてるわ、このチャーハン。なんかへえ、ちょっとマーボーといい、うんうん、マーボーちゃんめっちゃうまい。うまっ。中辛にしたよ、ね、中辛にしたんだけど、本当にピリ辛ぐらい。うんうんうん、うん、チャーハンの具材の甘さがあるから、下手したら大辛でもよかったかも。うんうん、辛みは。うまそう。うまい。チャーハンから。チャーハンから。うん。うまいよね。美味しい美味しい。マボチャーハン。マボチャーハン。マボチャーハンで。うん。おいしい。うん、うまいよね、うん、濃いね、やっぱ濃い濃いで、なんかちょっと臭い、鶏ガラなのかな、ちょっとなんかこう獣臭い感じはほんのり感じるんだけど、これはでもうまい。またそれがなんかちょっとその安っぽさがいいよね。うん、マジでもお酒いける濃さなの、うん、この組み合わせになるすげえ味濃い、うん、チャーハン適当にさ量出したけどさ、うん、ちょうど良さそうだね、うん、割合もちょうどよかったわ、うん、一袋出さなくてよかったよ、うん、うん、これ業務用の冷凍チャーハンちょっと侮ってた、正直、ね、うん、もっとなんかこう美味しくないのかと思ったけど、すげえ美味しい。しかも普通に並盛り一食分作るんだったらさ、うん、フライパンで 2,3 分でできるからね。ああそうね、うん、うん、一人暮らしとかすげえ便利だと思う、うんうん、幸せだお腹いっぱいで、うん、眠いし、眠いし、片付けたら寝よ、うん、じゃあということでごちそうさまでしたかな。ごちそうさまでした。はい、じゃあ前回の時も聞いたけど、今日の総評で何が一番うまかったか、せーので発表していかない。一つね、一つだけ、せーのでいい。はい、はい、せーの、マカロニ納豆揺るがないね。殿堂入りしないとダメだって。じゃあ逆に2位は、私はネギマかな。ネギマ、でも個人的にやっぱ驚きがあって、うん、チャーハンが2位、あとまあ超えるとしたらこれかな。 あそれね、意外性で、意外性だったら、意外性だった。これ1本だって数十円でしょ、100円しないから多分買う、売り切れてなければ買う、買う、うん、絶対買う。まあちょっと皆さんもね、これ気になった人は、まあなんか業務スーパーってなんか常にいろいろ入れてるわけじゃないっぽいから、うん、売り切れもあるっぽいし、うん、気になる商品があったらね、買ってもらって食べてもらえればいいかなと思います、はい、じゃあそしたら今日はこの辺りで終わるけど、今後もねこのシリーズであれ食ってくれっていうのが要望があったら、ぜひあのコメント欄に
ください。あれいっぱいだ。お腹いっぱいだよ。もう寝よう。昼寝しよう。お茶も洗おう。お茶も洗おう。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回の動画につきましてはですね、コメント返信コーナーではなくて、ちょっとお話と宣伝ということで、以前からですね、まあ動画の内容を少しずつ変えていったりとかして、最初はね、喋らずに、まあとにかく食べるみたいな動画だったんだけれども、今はだんだんこう味をね、こう表現したりとかお話をしたりっていうのにシフトしていったんだけれども、やっぱりね、昔からのファンの方からはね、こう静かに喋らずに、まあ食レポもほぼいらずにね、まあとにかく食べてる動画を見たいみたいなね、コメントも多数いただいておりまして、基本的にはね、まあ僕自身お店を紹介したいと思っているので、今のメインチャンネルの方に関してはやっぱりね、こういう食レポとかお店を宣伝するような内容は変えずに、ちょっとね、これを機にですね、サブチャンネルを、新たにもう一つ開設して、こうちょっと喋らずに食べるような動画のみ、もうカットしてね、ちゃんとカットして食べてるシーンだけを使うような、サブチャンネルをちょっと近々作ろうかなと思います。ぜひですね、こう食べるシーンだけ見たいよって方は、もう本当に長回しというか、もう何十分もこう食べてるシーンだけを切り取ったものを作ろうかなと思いますので、そちらの動画はですね、まあ、流し見とか、早送り推奨で、ぜひぜひですね、お時間がある際には見ていただけたらなと思います。またですね、最近 YouTube でもショートだったりとか、TikTok とかもちょこちょこと始めておりますので、ぜひね、そちらも見ていただけると嬉しいなと思います。そしたら本日の動画はこのあたりで、ぜひですね、今後も妻と食うシリーズ、こんなもの食べてほしいとかご意見がありましたら、じゃんじゃんですね、コメント欄に書いていただけると幸いでございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。